へ行こう。始まり始まり。さあ始まりました、アローへ行こう。まあ、本日お邪魔させていただくのはこちら、アローヤオ駅前店さんです。さあそして今回はですね、また番組の内容が少しリニューアルしてアローへ行こうが始まるんですけれども、もう本当に私何もね聞かされてないまま今日ここに来ているので、どういうことなんですか、ちょっと説明していただきたいんですけど。今回からリニューアルとなったアローへ行こう。リニューアル最初のメイン MC は望月リアちゃん。実践金額は毎回サイコロにて決定。使い切った場合はミニゲームで勝負。負ければ罰ゲームが待っているぞ。プラス収支で目標を達成するとご褒美をゲット。ただし実践収支がマイナス100件になると即メイン MC 交代。また動画再生回数が規定回数を下回った場合も即交代だ。厳しいぞ。ということはとにかくね、前回の引きをそのままね私も引き継いで勝利をすればいいということみたいなので、ちょっと頑張っていきたいと思います。でちょっとね、動画の再生ビュー数は皆様本当に私に協力していただけたら嬉しいです。お願いします。ということでですね、本日は私のアシスタントということで第1回リーチェンジェルの葵かほちゃんに登場してもらってます。さあここで少しね皆様に自己紹介の方お願いします。はい、皆さんこんにちは、リーチェンジェルの葵かほです。今回初めての収録に出させてもらうということですごく緊張してるんですけど、アシスタントとしてリアさんの応援頑張るので、はい、よろしくお願いします。いや、こんなね可愛い葵かほちゃんに私も応援されるとねすごくもうちょっとホッとするので、本当に私の横でニコニコ私の勝利の女神になっていただけたらなと思います。さて私はもうすでに抽選の方は受けさせていただきまして、ね、前回ガロ金色になれで一回も当たりを引くことができなかったので、今日はリベンジ、そのリベンジもあってガロ金色でちょっと決めていきたいと思います。それでは早速行ってきます。1店舗目に訪れたのはアロー八尾駅前店。パチンコ342台、スロット160台設置されています。店舗北側には200台の駐車場も完備され、近鉄八尾駅からは徒歩1分でアクセスできます。まずはもう実践もそうなんですけれども、サイコロで絶対に6を引いてやります。おはようございます。頑張ります。いや、ここ本当にねパチンコめちゃくちゃ強いんですよ。もういつもこの海のコーナーとかもね本当にドル箱の海ですから。でも今日はほんまにもう前回ガロ金色になれ全然召喚させれなかったんで、今日こそこのガロ金色で実践させていただきたいと思います。さあそれでは早速サイコロの方を振っていきたいと思います。まあ、6がね一番実践品が高いので出ますように、えい。やったー、ほらね私は引くんですよ。実践品3万円ゲットです。イエーイ。それではアロー八尾駅前店さんのガロー金色になれで実践スタートさせていきたいと思います。あ、もうね早速朝一サイコロでなんと6を引いてしまうという強烈な引きを使ってしまいましたが、まあ、そこをね継続させて、まあ、昨日もねかなり調子よく出てるみたいなんで、そのままの、ね、流れで今回こそはね召喚してもらえたらなと思います。お、ここでボールチャンス。おっと、そうこれ一番上に上げたいな。
次元。おお。出ましたね今。さあガロちゃん、さあ行け。おお、ちょっと浮き出てるけど。八尾駅前店のインフォメーション。それではここでアロー八尾駅前店からのお知らせです。はい、アロー八尾駅前店は8月7日にリニューアルオープンいたしました。イエーイ。一円パチンコ35台増大いたしまして計103台となっております。店内には新しい装飾が展開されておりますので、ぜひ新しい八尾駅前店へのご来店お待ちしております。その他にもアロー八尾駅前店ではドリンクサービスも充実しており、季節限定ドリンクなど豊富な種類をご用意しております。普通に美味しすぎていっぱい飲んじゃう。めっちゃ飲んじゃう、はい、ぜひ皆様遊戯に疲れた時もね、今から頑張るっていう時、ぜひここの入り口のカウンターでぜひぜひおすすめのドリンク飲んでみてください。さらに2階には休憩スペースもあります。自動販売機や漫画、マッサージチェアも完備しておりますので、ご遊戯の気分転換にぜひご利用ください。あ、ざわついたね。保留がいっぱい入ってくれたらいいんですよ。行くぞよ。4、行くぞ3、えいっ。危険度、あ、でもちょっと希望ある。えいっ。2回目。えいっ。3回目。頑張れ。おっしゃー、さすが私。Yeah.
感激さっき行けたんだな。私の帽子をかぶせてみました。かわいいでしょうがろ。もう私の彼氏ですよ。初彼ができました。私のお右下に八尾駅前店の近隣施設情報。アロー八尾駅前店のビル3階にはカラオケアロー八尾駅前店があります。総席数は210席、フードやドリンクも充実しております。罰ゲームメニューもあり盛り上がること間違いなし。フリータイムや女子会プランなどもありますので、遊戯を楽しんだ後はぜひお越しください。もうここでね、もうパパッと結果報告をさせていただきたいと思います。さあ本日朝一よりガロ金色になれさせていただきまして、なんとじゃじゃーん、11,347玉ゲットすることができました。イエーイ。はい、ということで、私もなんと今回6連チャンすることができたんですけれども、すごいですね。すごかったです。本当にやっぱね、もうカホちゃんもまたねガロを打つ時があると思うんだけど、はい、絶対に上の、はい、召喚したガロに絶対喋りかけたら、はい、絶対継続するから。わかりました。このオカルト使ってみてください。はい、はい、さあでは早速ただいまからアロー式典さんに行ってみたいと思います。はい、ということでただいまアロー式典に到着しました。さあ早速ね、今から店内入って台の方をね決めたいなと思ってるんですけれども、たくさんお客様いらっしゃいますんで、ちょっと本当にガチでね、今回はスロットでちょっと台の方を決めていきたいと思います。レッツゴー。2店舗目に訪れたのはアロー式典。
パチンコ400台、スロット192台設置されています。450台の大型駐車場も完備。遠方からのお客様も安心してお越しください。はい、じゃあスロットコーナー、ミリオンゴッドもね、ドル箱を積まれてるお客さんたくさんいらっしゃいます。オーストラリアマンションもありますね。僕と転生からもまたね、ドル箱積まれてるお客様いらっしゃいますが、どうしよう、バジにしようかな。バジリスク、バジにします。あっという間に5000円消えちゃいました。何も振り向いてくれない。はぁ、帰りたいな。滑っていいですかね、もうちょっと。いやー、なんかね、本当に私多分今からなんかひどいことされるんですか、何が待ち受けてるのかちょっとわからないんですけど、あっち向いても大月、イエーイ。負けてね、負けてね、はい。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あっち向いてほい。いやー、何の引き、4分の1めっちゃ引くやん。いや、さ、4分の1めっちゃ早いし。いやー、そそっこ。皆さん失礼します。マジで。かわいい、かわいいね。はい、これ打つんですか。一体もう玄之介様振り向いてくれますかね、これで。いけます。振り向かします、頑張って。これで、はい、行ってきます。絶対に旅行行きます。頑張って。えい、
りかかってます。もうほんまについにラスト1000円です。お願い、18信じるよ。あと、また実践費を失うことになります。なんとしてでもこの二人はデートしてる場合じゃないんですよ。さあ男女屋敷巻物飛行、巻物飛行って言うけど、思ったけどなんなんもないやん。ちょっと3000円あっさりと使い切ってしまいました。まあね、でも男女屋敷には突入してるので次は大丈夫かなと思うんですけれども、なんかまた用意してるんですか？で用意してるんで、はい、行きましょう行きましょういや怖いわいや全然天使ちゃうし続いてのゲームは叩いてかぶってじゃんけんぽん対決です。イエーイ。叩いてかぶってじゃんけんぽん、アイコでしょ。イエーイ。ほら悔しい悔しい。さあそれではサイコロを振っていきたいと思います。えい。また夢も希望もないです。アロー式典のインフォメーション。それではここでアロー式典からのお知らせです。はい、アロー式典では4円パチンコ280台、1円パチンコ120台、20円スロット192台、合計592台を設置しております。アクセス方法は JR 大和路線四季駅から国道25号線を北へ徒歩5分になります。当店ではコンシェルジュサービスを行っており、お客様のさまざまなご要望にお応えいたします。アロー式典でお待ちしております。その他にもアロー式典はレストルームをご用意しております。フードやドリンクも充実しており、季節限定メニューなど豊富な種類をご用意しております。その他にもパソコンやマッサージチェアも完備され、雑誌やコミックも取り揃えておりますので、ご遊戯の気分転換などにぜひご利用ください。広々していて結構快適ですよ。ということでいい感じに男女屋敷も温まったと思うので、ここでガツンとさあレアク引いていきます。もう年季でもいいんで、年季でもいいから来てほしい。私の夢が一瞬で打ち裸かれましたね。やばい。お、ここでいきなりの巻物が来ました。そろそろね、あーったったった
ができるんですよ。私も撃破達成いきます。アロー式典の近隣施設情報。アロー式典の向かいにはボールアロー八尾店があります。総レーン数は38レーン。投げ放題プランやプロを招いた大会など様々なイベントを開催しています。2階にはボールやグローブなども販売しておりますので、マイボールをゲットされてはいかがでしょうか。深夜まで営業しておりますので、ご遊戯を楽しんだ後はぜひご来店ください。ということで、ちょっとこのアフロじゃあどう頑張ってもおぼろちゃんに勝てないんで、かなわないんで、ジャグラーでも打とうかなと。ということで、このマイジャグラーで今ね、ビッグボーナス2回、レギュラーボーナス5回来てるんで、あ、ここでね、もうビッグを5回にして、はい、5回にしようかなと。残りの実践時間で、ね、シンプルにピカッと光るやつですよね。頑張りたいと思います。お、早速ゴーゴーランプが光りました。いや、この光り方ね、いいですね。じゃあここはビッグで、おーっと、レギュラーでしたが、まあまあまあいい感じに、はい。ほんでね、ジャグレー何回かしてくれたらまあまあ取り返せると思うんで、もう1枚でいいんでプラス収支にしたいと思います。ここでよかった、122回転ゴーゴーランプが光りました。よし、ここで、ビッグを、ビッグを引きたいと思います。えいっ、あー、レギュラーボーナスでしたが、ラスト1球です。あー、はい、ということで台まで実践終了しました。こんな同じ格好してんのに全然ダメでしたが、でも次アロー式駅前店さんでちょっとリベンジしに行きたいと思います。行ってきます。はい、
ただいまアロー式駅前店さんに到着いたしました。さあ早速ね、今からまたね台の方探そうかなと思ってるんですけれども、まあ私は今日はねリベンジ、ガロでリベンジさせていただいて、で式典様でバジリスクでリベンジということで、もうリベンジリベンジと来てるので、ここはもうね前回のアローへ行こうで一回も大当たりが引けなかった花のケージでと最後にビシッとね勝負を決めたいと思います。じゃあ小悪魔ちゃん、はい、ついてきてくれるかないいと思う、はい、ということで行っていきたいと思います3店舗目に訪れたのはアロー式駅前店、パチンコ256台、スロット136台設置されています。 JR 大和路線四季駅より北側を出てすぐ250台の大型立体駐車場も完備、遠方からのお客様も安心してお越しください。ちょっとちょっと見てくださいよ、花のケージのコーナーからこんなにドル箱出てます。いや私もね今日はもう最後にケージでビシッとねと決めていきたいんで、ではこの花のケージでどれにしようかな。ではねもうここの321番台の花のケージで角台でねちょっと攻めていきたいと思います。頑張ります。はい、ということでさあ今からこのサイコロを振っていこうと思うんですけれども、ちょっとさっきまでこれの引きが弱いのでここはバトンタッチで振ってもらおうかなと思います。いいんですか。はい、お願いします。頑張ります。はい、頑張れ。今絶対やらしい感じで今ということで、カホエンジェルが引いたこの3000円でビシッと当てたいと思います、ね、この3000円で当てれたら私すっごいかっこいいと思うんで当てたいなと思ってるんですけど、まだね私辛いのが好きなんで399分の1マックス帯を選びましたが、まあね、アフロをかぶって花のケージを売ってる人なんてなかなかいないと思うんで、私自身399分の1超えてると思うんで引ける気しかしないですね。はい、頑張りたいと思います。さあなんとここでラスト1000円となってしまいました。さあここでカホエンジェルのパワー発揮できるでしょうか。えいっ、さあここでおっとキセルボーナスチャレンジったらちょっと期待できるんで、えい、たまってたまって、さあたまって一個一個、悲しい。はい、ここでカホちゃんが引いてくれた3000円がなくなりました。イエーイ。はい、ということで3000円あっという間に使い切ってしまいましたということで小悪魔ちゃん、何をしたらいいんですかね今から私は。ガオー。いや待って待って、何これ、どっから持ってきた、何これ、ワニワニ対決です。ワニワニ対決、え、何するのこれで。ゲームです。もう聞け、うん、はい、はい、ゲームは分かってるんですけど、はい、じゃあ行きます。はい、やばっちゃ地味やな、すっごい地味やな。あと3つ、3つです。よっしゃ、買った、イエーイ、バッタン、うっそじゃじゃん、いやいやいや、待ってこれつけて実践、これでつけて実践するの私。はい、イエーイって、ね、パーティーピーポーじゃないですか私、ただの。はい、もうめっちゃ似合うじゃないですか。いや、もう全然嬉しくない。はい、ということでこれ以上アイテムを増やせないために今回は私が自分で引きたいと思います。行きます。
ということで、こんなパーティーピーポーになってしまいましたが、はい、ここでね5000円ゲットしたので、なんとしてでもこれ以上アイテムを増やさないためにも、はい、当てたいと思います。頑張ります。おーっと、おー、キセルの時、キセルの時いきますね。お、これはちょっと熱くやっちゃいます。いやいや、私狂っちゃいます。ちょっと、えい、おー、どどどどどど、いいよいいよ、奈良天杯。おーっと、ここで奈良天杯が来ました。
しまいました。いやでももうね当てれる気がしてきたんで、まだまだ私は行きたいと思います。お、来てる来てる来てる。キセルのキセルのなんかね影が出た瞬間に緑保留が入りました。いやここにねちょっとかけたいと思います。えいっ、おっと、まさかの7点敗。うおおおお、出てくるんちゃん、また7点敗引きました。うわぁ赤保留、うわぁ、ごめんなさい、私の先を、お前の先ならどこでもいい、すべて生きる。うわぁ、うわぁ、おたの骨と一緒に埋めてやるよ。えっ、やったー、ふぃここで、はい、またリーチに発展しました。えいっ、やったボタンを押して歌舞伎通せ。えいっ、よっしゃー、ここでは歌舞伎通せだぜ。かけたいと思います。お、まだまだ城門到着いたしました。開始で、私のミッションはクリアしましたよ。やったー、これも来たんじゃないですか。はい、
ケットは持ってこなかったのだ。お前も買うか。おお、えい、勝ったー、イエーイ。いや、もう取っていいでしょ、もう全部取っていいでしょ、もうほんまに熱い。よっしゃー、はい、持っていってください、持っていってください、もうどん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 、ありがとうございます。あー、やばいやばい、ガシャンってなって、ガシャンってガシャンってなろう。あー、豪快な歌舞伎から9勝で、はい、8000発オーバーしました。はい、ということでね、実戦終了となりましたが、もう豪快に決めて行かせていただきました。やっぱり私、自分自身がかぶいているだけあって、自分の位置が399分の1の人間であって、はい、良かったと思います。はい、ということで、ただいまで実戦終了となりました。さあ、なんと花のケージで5000円投資で9887玉ゲットすることができました。すごいですね。はい、ということでね、もう3ホールともリベンジすることができて本当に良かったです。そして店内も盛り上がってましたが、私も本日の収支はなんと41,500円、勝利することができました。いや、第1回の出だし本当にね、これは私の引きもね、あったと思うんですけれども、このもう小悪魔小悪魔と言い続けましたが、やっぱこのね、かほちゃんのこれエンジェルパワーで私ね、勝利することができたと思います。かほちゃん、本当にありがとうね。勝利の女神になれて本当に良かったです。おお、で、かほちゃん今日初めてのアシスタントで、はい、どうでしたか。しりちもうリアさんすごいなって思いました。やっぱり今日はパチンコの日でしたね。あ、そうですね、はい、はい、今日はパチンコにちょっとね、ガロといい、ケージといい、振り向いてもらえたかなと思います。第1回目の収録でここまでね、ちょっと1店舗目ね、2店舗目、3店舗目とちょっとね、たくさんもう大当たりね、1回もゼロっていうことがなかったんで、もう良かったかなと思います。あ、そして、まあ、今回ね、勝利はすることはできたんですけれども、まあ、番組を継続させるには皆様のね、お力が必要なので、どんな時でも全然いいんで、もう寝る前、そしてね、もう朝ごはん、昼ごはん、夕ごはんの時とか、もう本当に暇な時や、もう本当にいつでも大丈夫なんで、1日10回ぐらいね、みんなからのポチッとが欲しいです。いや、それによってこの番組継続がかかっているので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、第1回目は見事勝利することができました。また次回もお楽しみに。バイバーイ。